2020J1 リーグ第23節北海道コンサドーレ札幌対鹿島アントラーズの一戦。2020J1 リーグ第23節北海道コンサドーレ札幌対鹿島アントラーズの一戦です。で金子もいます。意表をつくか。そうですね。さあインプレーを使ってきました。クロスバーの上、最後小前のシュートです。左サイドへ荒木。ここ仕掛けてもいいんじゃないですかね。スピードが武器ですが細かいステップで中に切り込んでいく。右足でのシュートを狙ってきた。右サイドへミサオがどうする。自ら左足でエベラウド、うん、ファンアラウンドから同じような感じで横からこういうのダイレクトで決めましたから、はい、入りすぎないでシュートが打てるポジションを取りながら少し巻き気味で、うん、さあ動き出す。右サイドルーカスへ。ここはもう仕掛けていいんじゃないですか。金子小前がいる。ルーカス対杉岡。ルーカスが中に切り込んで左は通らない、うん、今日はルーカスからのあのボールがなかなか通りません。まだあります。中に入れて小前のシュート。決まった。札幌先制。前半41分、小前義明いいゴールでしたね。ここの仕掛けながらこのダイレクトやっぱ福森いいですよね。オフサイドないですし、はい、蹴る瞬間ですよね。うん、相手の前にポジション取ってやっぱりこの左足は正確ですし、少し体を開きながらインサイドで面を作って合わせましたね、はい。まあ、小泉の股を抜けたと思うんですけど、まあ、オフサイドはないですし2人の息は合ってましたよね。そして長い笛、前半の45分が終了しました。ホームの北海道コンサドーレ札幌が駒井義明の先制点で1対0、1点リードしています。2020J1 リーグ第23節北海道コンサドーレ札幌対鹿島アントラーズの後半45分です。気にした方がいいですね、はい、ちょっと準備していた方がいいですね。さあ左サイド出てくる。まだある。エベラウドの前ですが土井が後ろでボールを持ってミサオのシュート。いろんなアイディアだったり技術で、はい、そういうところで勝てるんですね。考えてますよね。見てましたよ。入れてアラノのボレー。いやでも今の福森のキックは素晴らしいですね、はい、キーパーに一番近いところ。流れの中でいくつも好機を演出している福森の左足、巻いてきてファーサイド。最後は高峰のヘディングです。ボールスピードありましたし今日やっぱりフィーリングいいんですよね。これは本当1点ですから。田中もよく入って合わせましたけどね。杉岡の左足、エベラウド、もう一度土井です。左足でクロスが入ってゴールキーパー中野後ろか。最後ファンアラーノのシュートでした、うん、さあここで上田綺世、ゴールキーパー中野小次郎です。まあこの2人は法政大学のサッカー部で同学年、はい、そうですよね、左サイドバックそのまま入ってますね、お前が運んで左に菅、長木の対応、福森からドーグラス・オリベイラ胸で落として外でルーカスも待っているが一度下げる。アラノが遠目からのシュート。いや素晴らしい。エベラウド、ソメノです。レオシルバから途中投入の泉、縦に送るエベラウド、激しい、強いですね。エベラウドから低いボール、うん、上田綺世の前のストップ。いやーらしい、まあ、まずこのサイド1対1田中のところですよね。ここ、はい、飛ばしましたもん。これ宮田の足に当たってからゴール前に来たんですけどね、このボール反応早かったですよね。上田やっぱりでうまくゴール方向にかさあ5分台に突入します。角度をつけてレオシルバからクロスが入った。上田綺世の向こうルーカス・フェルナンデスのヘディング、小前のクリア。アラノもよくセカンド狙ってますね。そして長い笛、試合終了。1対0北海道コンサドーレ。